ミネソタ・ユナイテッド FC はアメリカ合衆国ミネソタ州のミネアポリス・セント・ポール都市圏を本拠地とするプロサッカークラブ。2009年12月、ナショナルスポーツセンターはアスフディマイナスにプロ参入を考えていた。当時、NSC をテナントとしていたミネソタ・サンダーは財政難に苦しんでいた。2010年1月、NSC はミネソタ・サンダーに代わる。 新チームを編成することを発表した。この時まだサンダーは正式に解散していなかったが財政破綻に直面していた。2010年2月5日、NSC は新チーム名を NSC ミネソタニックネームをスターズとすることを発表した。チームの初の公式戦は2010年4月11日のバンクーバーホワイトキャップス戦で0から2で敗れた。 次説のカロライナレールホークス戦では、ダニエル・ワッソンがチーム初ゴールを決め、1から0で勝利した。クリスタル・パレス・ボルチモアや AC セントルイスを相手に勝ち越し、初年度はアセル・カンファレンス4位の成績を収めた。プレーオフ初戦のカロライナレールホークス戦は38分に DF のアンドレス・アランゴが、レッドカードで退場となり0から4と大敗した。2010年シーズン。 チーム得点王は5得点を挙げたシモン・ブラコレロとブライアン・ケイリーカスで平均観客動員数は1374人で所属リーグの12チーム中10位だった。2011年、スターズは2011年シーズンはもはやこのチームは NSC によって保有されないだろうと発表した。アメリカ合衆国サッカー連盟はクラブオーナーの基準を設け、 2000万ドル以上の純資産を持つことが条件とされ、NSC は基準を満たしていなかった。NASL は3年間チームを保有することを認めた。チームは1試合平均の観客動員数の目標を1000人とし、200万ドルの予算を設定した。その後6月5日には2位につけていたが、4連敗を起死スランプに陥り、レギュラーシーズン6位に終わった。しかし、 プレーオフではシーズン主位のカロライナレールホークスなど上位陣を破り初優勝を果たした。この年のシーズン平均観客動員数は約1700人であったが、プレーオフ準決勝では2500人、決勝のホーム戦では4511人の観客を集めた。2012年1月9日、チームは新しいロコとチーム名を発表した。NSC は チーム名から外され、ミネソタスターズ FC に改められた。ロゴからも NSC が外され、州のモットーである L ・イトワール・ジュノールが追加された。チームはオフシーズンに新オーナーを探し続け、2012年シーズンはヒューバート H ハンフリーメトロドームにおいて8693人の監修の目の前で開幕した。同年11月9日、 ビルマグワイアがチームを買収したことが発表された。2013年3月5日、チーム名をミネソタユナイテッド FC に改名した。2017年シーズンよりメジャーリーグサッカーに参入する。チームのオフィシャルカラーは青とゴールドで同州のサッカークラブ、ミネソタサンダーが主に青をチームカラーとして着きていた伝統に倣っている。ロゴは2012年以前は 青とゴールドの2トーンの縦の上に星と NSC ミネソタの文字が書かれていた。その後クラブのサポーターグループによって新しいロゴが作成され、2012年1月に発表された。新ロゴからは NSC の文字が除かれ、州のモットーである L ・イトアール・ジュノールが追加され、星の後ろにサッカーボールが描かれた。ナショナルスポーツセンター2010年以前は、 ミネソタ・サンダーが NSC を使用していた。AC セントルイスとの試合はかつて存在したミネアポリスセントルイス鉄道にちなみ鉄道杯と呼ばれたが2011年1月にセントルイスは解散してしまった。2011年にはスターズと FC エドモントン両チームのサポーターによってフライオーバーカップが開催された。10選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。十選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。十選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。